はい、リハビリ終わりました。この整形外科のリハビリもね、1年ぐらいね、やってきたわけですけど、今日で卒業ということでね、最初の頃はね、手すりを持ってね、5メートルぐらいしか歩けなかった弟がね、ここまでね歩けるようになったということで本当に良かったです。理学療法士の方、スタッフの方、本当にありがとうございました。はい、基本一人です。いつもありがとうございます。リハビリ終わりました。これからね、家に行ってですね、母親と3人で、おでん作って待ってるんでね、おでんを食べたいと思います。お昼ご飯ですね。どん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 行っちゃう、食べれると思うもんで、うん、はいはいはい、冷蔵庫チェックしてる、いきなり、はいね、はいね、お腹減った、はい、ご飯出すです。冷蔵庫チェックやると元気な証拠だ、はい、なんだ、まだご飯用意してないんで、こっち来る、あのあれだよ、寝転がっちゃう。ん？どうするの？ご飯用意する前に寝るの？さあ、何が出てくるかな今日は。ご飯何かなって匂いで分かってるかもしれない。じゃあよそって、うん、あと何用意しろいいかな。ご飯と、まあそれだけだよね、ほとんどね、うん、味噌汁も食べないし、おでんの時は味噌汁は食べないね。美味しそうにできた、これつゆ少ない感じするけど、そんなことないか。そんなことないよ、たくさん入れたよ。いいね。グループホームだとなかなか出ないと思うだ、そういうおかずがね、うん、でに作りにくいもんね。ちょっとね、人数多すぎるもんね、うん、大根増やしてくれとか言う人いるかもしれんし、俺は卵を食べたいとか、うん、やっぱり均一のものの方がいいだよね、割と定食っぽく出せれるようなもの。しげちゃん、じゃあ卵2つで、で、僕らは1個でいいと思うだ、うん、ね、うん、まあおかわりでもいいもんで、無理にあの2杯目に入れりゃいいけどね。意外と練り物いっぱいあるね、うん、1袋しか買わなかったもんでどうかなと思ってたけど、潰れちゃった。あ、潰れちゃった、うん、煮すぎちゃった、うん、あのそんな煮すぎたっていうほどでもないけど、材料がそういう潰れちゃうだよね、うん、普通にやるでも、肉団子をいっぱい食べたいや今日は。どんな味か、ね、いっぱい入れたもんね、肉団子、うん、具材はですね、こんにゃく、あと練り物ですね、揚げはんぺんみたいなやつとか肉団子みたいなやつね、あと卵、大根、昆布、それぐらいでしょうかね。昆布いっぱいやったね、だしに出たらきっと。たくさんあるんだね。ちょっと待った、ちょっと待った。これ温めた？今温めた。お箸がないじゃん。お箸。あるよ。お箸もうちょっと後で出すね。しげちゃん出すとどん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 食べちゃうという。揃ってからね。うん。
はい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 、いただきますわ。あ、やっぱりいただきます。やって、おい、いただきます。はい絶対最初卵から食べる。卵、卵絶対そうだもんね、昔から。そう、他の人がな、食べようが食べまいが関係ない。あれ、卵は一個あれ。もう卵はやめときなよね。もう一個あるけど。何もいじらへんけど、後半に潰れちゃう。とろけちゃってる。また卵食べてる、2個目。ご飯は？ご飯は食べない。ふりかけで後で残って食べるぐらいだ、ご飯は、どうせ。おでんとご飯って合わない気がするだよな、俺もな。あんまり食べれんだ。ふりかけんないと。卵、ゆで卵、2連続でゆで卵。ゆで卵、ツル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 してるもんで、食べりゃへんじゃん。面白いな、しげちゃん食べてるとこ見るな。さあ、もう食べよう、ね、うん、ゆっくり食べないよ、ゆっくり。皆さんの家ではね、どんなおでんの具にしてますかね。うちでね、あと付け加えるならね、じゃがいもとか鶏肉入れる場合もありますね。シューマイも気になるだな、ね、どうやらね、さっきからね、シューマイが食べたくてしょうがなかったんだけど、醤油がね、かかってなかったのをね、なんか醤油かけてくれるのをね、待ってたみたいです。食にパクッと食べちゃう。こっからね、シューマイ4個立て続けにね、食べちゃいます。なあ、そんな食べ方する、シューマイ。いっぺんに大きめのシューマイ、ほれ、パクリ。あとふりかけ、なかなか美味しいよ、今日の。なかなか美味しくできた。久しぶりに食べるもんでかも、余計に。考えてみたら、おでんなんか半年ぐらい食べてないわけだ。仮にね、グループホームでね、おでんみたいなおかずがね、ご飯で出ない場合が結構考えられますんでね。あと病院は当然あんまり出ませんのでね。ひょっとしたらね、弟2年ぶりぐらいのおでんかもしれませんね。大根もちょうど安くなってきたもんでね、うん、やっと100円の大根が出てきたぐらいで。しげちゃん、こんにゃくちゃんと噛みなよ。丸飲みしちゃう、よく噛んで。こんにゃくはしげちゃんにくれん方がいいかもしれんね。丸飲みしちゃうで、うん、喉つっかえちゃうで。小さい、いいよ、それだけでも。もうおかわりではこんにゃくやらんほうがいい。噛めへんね、うん、うん、うん、おかわり、おかわりするら、はい、これ
いね。おつゆ。おつゆ飲んじゃいな、これ。おつゆ飲んじゃいな。醤油飲んじゃった。醤油。おかわりするかね、これ。おかわりどうですか。どうしますか。お。お。よそう？うん。よそっていいの？何をよそうかね。大根もっとやらよかったね。半分ぐらい？うん。このぐらい残したの。この。これに振りかっかけてやるね。私にもかけて。すき焼き振りかけ。すき焼き風。すき焼き風だね。味が。お腹にポンポン。昆布バカ柔らかいじゃん。うん。肉団子もあれだね、あの意外と美味しいね、うんうん、おでんに入れると。食べるの早いな、おでんしげちゃん。ね。早いね。もうない。おかわりが。まあまた後で お菓子あげるでね。あれあれ。今度。多すぎた。うん。多すぎた。うん。しげちゃんやらいいじゃん。姉ちゃんもたくさん食べたじゃん。うん、まあね。それぐらいがいいの。そんなにおかわりしたって倍やったわけじゃないで。その代わりご飯はないで。おかわりね、うん、俺の卵食べるの見てたしげちゃんいいなって言ってました。うん、ちょっとしたらそれじゃないかなと思ったよね。滑ってツルツル滑る。もうちょっと昆布も噛むといいだけど、よく噛んで食べると。おいおい、遊んでちゃダメ。しげちゃん、これご飯ちいときれいに食べちゃって。ここ、これ。きれいに食べる。あっという間に終わっちゃったね、昼ご飯。うん、一番のイベント終わっちゃった。あっという間に。はい、今日は3人でおでんを食べましたということで、最後まで見ていただきましてありがとうございました。うん、基本一人でした。